興福寺のやっぱり南円堂の福受け酒飲むんじゃないかな。後輩の感じがすごいよく見て、ちょっと近づいてみますか。あの台座の感じとかすごいですね。これこんなとこから見れるんですね。よく作りましたね、ここまでね。ここが、あ、さっきと同じ感じの寿司ですね。が3つある。多分ここで人体実験をしてるって、節を得るために。あ、なるほど。もう倒したら死体になっちゃってる。あ、なるほどなるほどなるほど。ここで、まあ、この人体実験をしているという描写です。お堂の中で。あ、これ祖師像ですね。祖師像、祖師像って言うんですか。あのお坊さんの肖像で、あのまあ、実際にそのお寺の例えば開祖とかお寺の歴史の中で大事なお坊さんだったりもしますし、 あるいはそのもっと伝説的なお坊さんで、まあ、十六羅漢もそうですけど、これはなんか全然どこの何をモチーフにしてるのかよく分かんないですね。モチーフが分かる。多分このお寺の人ですかね、歴代校長先生みたいな、そんな感じのところもありますよ。やっぱり、はい、何人いましたね。6人ですかね。一応ランナー、あ、奥もお坊さんなのか。確認できるだけだとここで8枚って感じですかね。上のマークなんですかね。これはなんか多分そのなんていうんですかね、そのよくあるのがそのお坊さんはお坊さんそのものではなくて、やっぱりその仏が生まれ変わってっていう話なんで、あのその本お坊さんの本体の仏の身分障害みたいな感じですかね。そうですあのを表すそのシンボルとかっていうのが多いです。でかい仏像がありますね。梁から降りてちょっと下を見てみますか。ああ、いっぱいいっぱいいたんです、ね、いっぱいいました。あ、なんかすごいやばい感じとか改造されてる感じの人います。この人はもうごまきがいっぱいある。あ、これってあれですか、促進物とかなんですかね。あ、そうですね、促進物を目指すみたいなわけね。ミイラみたいになってこうそれで仏を目指すって。この下のうねうねと虫が這い回ってる、ムカデなんですけど、一応ムカデが不死の象徴というか、そうなんですか。体に虫を宿すと不死になれるみたいなこのゲーム設定で、すごい。それを目指してみんな頑張ってるみたいな。ここでごまげをしていた。そう、多分そんな感じですね。うわ気持ち悪い。すごいですね。アップやめよう虫。あーすごい。あー、これ両側両界マンダラがありますね。向こうもマンダラがあるでしょう。ね、こっちが金剛界で向こうが大蔵界っていう、あの2つの世界を表しているマンダラを対に使うっていうのがあるんで、でお堂の東西にそれぞれをこうかける。で、まあ、あの儀式がやるときだけかける場合もあるんですが、こうやって確かに板に、まあ、直接かくようなときもあって、でそれぞれ仏の、 あの世界を表してるんですけど、あのその表し方が違うんですね。でそれがまあお経がそれぞれあの別のお経によってるんで、そのお経に書かれている仏の世界っていうのをそれぞれこう表してるんです。マンダラで僕いつも思うんですけど、なんか仏様のフォーメーション図ってことですよね。はいはい、そういうことです。もう本当に大蔵界と金剛界はセ・リーグ・パ・リーグのスタメン表みたいなものと、ああでももうそんな感じですよ本当に。ただそういうふうにもともとなってたわけではなくて、それぞれはインドでは全く別のお経ですし、あの全然時期も違うんです。あの大蔵界って言われてる方が大日経というお経なんですけど、それが7世紀の中頃ぐらいの成立で、でもう一個この金剛界って言われてる方が金剛長経っていうお経 でそれはもうちょっと遅れて7世紀の後半におそらく成立しただろうって言われている全く別ので、おそらく成立した地域も違うお経なんです。でそれぞれがそれぞれの信じている仏の世界を表してるんですね。でそれが中国で、あの同じ時期にそれが入ってきて、であの空海が中国に勉強しに行った時のお師匠さんの慶可和尚という人がおそらくそれを対にしたんじゃないかと言われてます。
で、あの、まあ、別々のお経なんですけれども、それをこう一緒に合わせることで、あのそれを儀式に使って、あの仏の世界っていうのをより体感できるようにするっていうような考え方をしたんじゃないか。で、日本でも当然、日本で密教っていうともうほとんど空海が持ってきたものっていうのがスタンダードになっていくので、こういうその2つのマンダラをセットにして使うっていうやり方があるんですが、要は結局そのインドでも、で中国でも、でインドの密教をすごく忠実に伝えているチベットでも、こういう大蔵会と金剛会っていう2つのマンダラをセットで使うってことは絶対ない。絶対ない、全くないです。それはもう別の世界のお経なので。中国から東の多分、おそらく中国はその陰陽とか、そのなんていうんですかね、こう2つの違う、全くその例えば正反対だったりするものを一対のものとして、あの信仰したり、あの重視したりするっていうような伝統があるんで、まあそれに合わせてそうしたんじゃないかという説があります。地域に合わせてまた仏教が、そうです、それもまた結局変容していくわけですね。寛容ですね、仏教。そうやってやっぱりアジア各地にこう広まっていく、うん、でこの真ん中でこうすごいこう火が燃えてるこう炉がある台も、これあのもともと壇、大壇とかって呼ばれるもので、うん、四方にこう槍みたいなのが、こう杭みたいなのが立ってて、こうロープでつないだじゃないですか、うん、これって要はここが聖なるあのエリアだっていうことを示している。結界的な、結界です。でその周りに置いてある道具とかは、なんかお皿とかお椀とかあるじゃないですか、はい、あの花瓶とか、でこれ全部その仏様に捧げたりするお供え物を入れたり、あの仏を供養するために使う道具なんです。これも全部意味あったんだ。だからここ で今これ火を燃やしてるんですが、これはその仏様のお供えをそこで火にくべて燃やすことによって、うん、でもともとは仏っていうのはこの世界のものじゃないっていう設定じゃないですか、うん、一応。でじゃあどこにいるのかっていうと、インドでまずそう考えられたのは天なんです、はい、天上に仏がいる。じゃあ天にいる仏にお供え物を捧げるにはどうしたらいいのかっていうと、うん、まずやっぱり燃やして煙として上に、うん、こう天に上げていく、はい、そこはちょっと合理的な考えをしたんですね。そうですね、ゾラスター教とかもうちょっとその西アジアに寄った方の宗教でもそうなんですけど、やっぱり天の神様を信仰するとどうやってその捧げ物をするかっていうのが問題が生じるじゃないですか。それがやっぱり一つの解決として燃やすっていう、それもあのキリスト教とかユダヤ教とかでもそうです。やっぱ神様に捧げ物をするのに一番手っ取り早いのは燃やして、あのその煙として上に上げていくっていう、火の聖なる力みたいな。そうです、そうです。実はインドからこういうやり方で儀式っていうのはやってるんですが、あの元々はもっと素朴で、地面にただなんていうんですかね、こう図を描くんです。だから今なんか我々の感覚でいくと魔法陣とかに近い感覚ですよね。その特に決まった図形をそこに描いて、そこがこれから仏様を召喚する聖なる場所なんだっていうことを示すために杭を打ったり、でそこがあのでその土地の神様がそれを認めてくれるようにっていう儀式をやったり、一定のプロセスをきちんと守って仏っていうか、まあその神様に対してあの供養をするんであれば、そこに神様が宿ってくれるんです、ね、そこに降りてきてくれるっていう、だから仏様をそこに招くための場なんです、うん、でなんでそこにじゃあ仏像があるのかっていうと、仏像っていうのは結局やっぱりその石とか木とかで作られてるものに過ぎないんで、それはもうインドの人も、まあ、日本人だって多分分かってるったでしょう。でじゃあどうしてそれを仏として信仰できるかっていうと、そこに仏の魂が宿るからなんです、ね。でそれを宿らせるためには、うん、やっぱりその似たようなものがあった方が、うん、そこに入りやすいんじゃないかっていう、入れ物として、そうです、そうです、火で招いてここにどうぞ入ってくださいという、そうです、そうです、そうです。でそうやってこう仏を呼び寄せる。でインドではそれはあくまでも儀式なので、もっとちっちゃい仏像でいいんですよ、うん、心臓とか仏像とかを置いて、でそこに呼び寄せる、でそこでお願い事をして、あるいはそれと交流することによって儀式をやってる人自体に仏が乗り移って、その人がその仏の力を行使できるようになる、うん、でもそれが儀式が終わったら仏様というのは帰っていくので、神様とかでは帰っていったら
もうその後はもうぐしゃぐしゃってしてそれで終わり、こんなでかい仏像もだから本来はなくてもいい、良かったもんね。だからこういう風になっていくのは中国とか日本に仏教が伝わってきてからですね。なるほど。この仏像はこれもなんかどっかで見たような感じのもんではあるんですけど、あでも普通のあれですね、普通の観音菩薩ですね。普通の観音菩薩、うん、でもなんかあのいやさっきのすごい古い感じだったんですけど、これは別にそうでもないですね。平安時代の10世紀から11世紀にかけてぐらいですかね、うん、衣のひだの感じがすごいこうなんていうんですかね、木を彫った感じっていうのがするんですよね。あの胸にかけてるたすき状のところとかも、ああそう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 、あの結構こう峰が鋭く立ってて、うん、であの腕とかもこう金箔を貼って漆の下地にこう金箔を貼ってるって感じが出てますね下地もわかる、うん、このサイズで漆金箔だとすごいお金かかりますよ ね、 なんかなのにあの床に直接置いてるっていうのはすごい。であとね下がねちっちゃすぎてこれだったらすぐこけちゃいますよ、うん、地震とか来たらそうそうそう、あの普通もっと末広がりになるんですよ。あの下の何て言うんですかね、こう円盤重ねたようなところというのはかまちっていうんですけど、はい、そのかまちと上のレンゲ座が同じ幅だとすごい安定悪いんですよね。だ本当はもっと裾広がりじゃないと、この大きさだったら相当かまち大きいですよ普通は。でもこれ木っぽいですよねやっぱりね、この地蔵。そうですよ、うん、外に置くのにね。ねえ、いやほんならもうすぐぐちゃぐちゃになっちゃいますよ、これ。こんな数があるんですね。地蔵ってでもね、子供の供養とかによく使うようになってくるんで、うん、やっぱりすごいちっちゃいその子供みたいな地蔵とかっていっぱいあるんですよね。風車との関わりっていうのはよく知らないんですけど、やっぱりなんか子供とのつながりなんですかね。なんか恐れ山みたいだなっていうのは。ですよね。多分そういうイメージなんだと思いますけどね。これを言うべきか言わないべきか、ちょっとゲーム設定の話なんですけど。あ、言って言って。実はこのお寺ではその、さっき言った不死の力を持った巫女様を擬似的に作り出そうとする研究もしてて、それでその不死の巫女をレプリカみたいな感じで、うん、そういう研究もしていて、でたくさんの子供がその実験台になったんですけど、うん、生き残りはたった一人しかいないんですよ。巫女になったんですか。その人は無事あの不死の巫女になることになって。なんだやっぱり一応気がとがめて供養してるんですか。じゃあ外ですけどその供養なんですかね。やっぱりねえ、なんか長谷寺っぽいですねこれ。あ、そうですね、鎌倉の、ね、あ、いやあのまあ鎌倉のもですけど、そのモデルになった奈良の長谷寺の方に多分近いと思います、これ。おー、すごい。ここは正面入り口になります。なんか観音音が多いですね。これ両方とも普通のさっきのねお堂にあったようなのに結構近い普通の観音菩薩でしょうけど、前もここに小西商人います。あ、これなんかあれね、三十三間堂のなんかイメージに近いですね。そうです。でも観音なんですね全部ね。全部同じですね。ねえ、千手観音じゃない。ねえ。でも後輩はこれ三十三間堂の千手観音と一緒ですよ。あの簡単なやつですか、あの二重に円があって、でそれに放射してるその光の表現でこう何ですか、あの棒をこう刺していくっていう、これ簡単なやつなんだ。あの簡単に仏のこうが光を発しているっていうのが分かりやすく表すため、基本的に全部あの光の表現なので、あの頭についてるやつとかは。観音をこんなに並べること、なんか意味があるんですか。それこそまさにあのとにかく数を作るっていう、数で信仰、うん、実際あの今仙台とかでその残ってるのって京都のその妙法院の三十三間堂しかないですけど、あれかつてはもうたくさん作られたんです。あ、そうなんですか。で今残ってるのがまあそこしかないっていうだけ で別にそれも千手観音じゃなくてもよくて、もう観音でもいいですし阿弥陀でもいいですし、だから別に観音を千体並べるとかっていうのもあると思います。ただあの多ければ多いほどいいっていうわけでもなくて、その千っていう数がやっぱり大事なんです。千仏って言ってその仏
仏が1000体いるっていうのが一つの象徴的な数字なので、ただそれはあくまでも比喩なんですけど、うん、本当に1000体やるっていうのがやっぱりそれに少しでも近づけたいっていう。確か33元堂1001体じゃなかったでしたっけ。あ、そうですそうです。あのただあれもね、元々の数なんていうんですかね、元々が全部あの本来のものではないので。そうなんですね、後から、でそのなんていうんですかね、でしかも1体あそこから出て他のお寺に行ってるやつとかもあるので。そうですね、まあ、本当に元々ねどうか。ただおそらく真ん中の千手観音ってボスでいるじゃないですか。で左右に1000体置くとちょうど真ん中の人で1001になるんで、もともとはそういうことなんじゃないかなとは思うんですけどね。分かんないですけどね、それは。でもこれも千手観音なんですね。これもやっぱりモデルになってるのはあの分かるんですか、興福寺のやっぱり南円堂の福受作観音じゃないかな。後輩の感じがすごいよく見て、近づいてみます。あの台座の感じとか。すごいですね、これこんなとこから見れるんですよ。よく作りましたね、ここまでね。作った人すごいですね。台座を下からこう見上げるとか、よくね、ありますね、こんなこと。なかなか見られないアングルですよね。あそこにいらっしゃるのが、あ、巫女ですか、これ。最後ですね、実験台の最後の生き残りです。なんかここで儀式があってなんですね。で、宝刀があって、あ、壁画になってんですね、それね。あ、奥壁に、なんでしょうね、これ如来なんでしょうね。いや、なんか赤い衣で、なんか両側の掛け軸は何なんでしょうね、それね。なんかこう、教団のあれなんですかね。真ん中のは、あの金剛霊っていうあの鈴なんですけど、その下がこう鐘みたいな形になってるじゃないですか。で上がこうちょっと尖ってて取っ手になってて、こうなんか鈴になってるんで、あれ鳴らしてこう仏様を喜ばせる道具なんですね。これでも不穏ですね、赤いのって後からついた。いや、剥げてこういう色になってるだけなんじゃないですかね。でこれ阿弥陀ですね、多分ね、やっぱり。しかもこれあれですよね、左足が上になってますよね、組んでる足。これ左足がこう伸びてっ て、このかかとが見えてるんじゃないですか。あの足の組み方も時代によって違って、あの阿弥陀如来が流行るのって平安時代以降なんですけど、日本ではあのそれだと右足が上になることの方が多いんですよ。でただそのそれまでの時代だと結構左足が上になってるものが多くて、でそれってあの結構その何ですかね、その座禅の方法の違いなんで、やっぱりその時々でどっち足が上がいいとかっていうのがあるんです。でも実はインドって左右で行くと右の方が偉いじゃないですか。偉いっていうか上位概念なので、インドだと右足上の座禅の方法っていうのがスタンダードなんですね。でこれがなんかいろいろなところで影響してくるんですが、中国って逆に左が偉いんですよ。あの左大臣右大臣っていう時のどっちが偉いかっていうと左大臣が偉いんですよね。だから左の方が上位っていう考え方があって、文化全般に。そうです、そうです。だからそれが多分インドではもともと仏像っていうのは右足が上で座ってるのが多いんですけど、それが中国に入って左足が上のものが出てくるんです。で古代の日本には中国から入ってくるので、左足の上の仏像とか左足の上の座禅方法っていうのがあるんですが、空海が中国で勉強したものは密教はインドの仏教なので、そこでは中国でも右足の上の座禅方法が流行ってたんです。でそれを中国から空海が密教を持ち込んできて、おそらく右足上っていう座禅方法がスタンダードになっていったんじゃないかと。そこからもう混ざり始めてるんですね。で釈迦如来っていうのはもともと仏教が日本に入ってきた時から、はい、あの信仰されてる仏なので、中国もともとは左足上なんですよ。ただそういう傾向があるので、はい、阿弥陀だと大体右足が上のことの方が多い。なるほど。この巫女は何かあなるんですか。話しかけですよね。巫女の忍びをようこそおいでくださいました。お米を授かることしかできないんですけど。お米くれるんですか。お米くれます。へえ。お米がまだまだないって言われた。お米をくれる、ゲーム的にはお米をくれるキャラクター。へえ。あ、すごい。お米は大事って。そうですね、お米大事ですね。なるほど。
面白いですね。即身仏ですね。いっぱいあります、ね。即身仏になる意味という。まあでもね、実際にこうやってそのミイラみたいになるっていうのは、あの、なんていうんですかね、まあ、今本当に残ってるのってあれもう江戸時代のものばっかりなんですけど、あれはでも必ずしもその偉いお坊さんがなったわけではなくて、どうもなんか鳴らされた人がいるような、要はそのお寺の評判を上げるためとかに、というような側面もあります。まあ、今もお祭りされてるお寺さんねあるんで、そのなんともあれですけど、あの言いにくいですけど、で実際にはだって別にそこまでしてやる人っていうのは多分ほとんど、まあ実まあ、本当にね、そういうその全然こう名前の残ってないお坊さんとかでそういうこともありえたのかもしれないですけど、ただこれやろうと思ったらすっごく大変なので、っていうのはその日本って別に自然にミイラができるような風土じゃないじゃないですか。ですね、乾燥してないし、だからすごくそれを意図的に周りの人が協力してやろうとしないと普通ミイラなんかにはならないんです。わざわざしているという。そうです。で中国でも結構残ってはいる、そういうものはあるんですが、だどこまでそれが本人の自発的な意思でそうやってなってるものなのかどうかっていうのはやっぱりわからないですね。1,2,3,4,50の塔です。50の塔、ここは空いてるので中を、へー、あ、不動明王の左手が欠けてますね。ですよね。このゲーム的には狼は左手が義手なので、へえ、そういうリンクですね。狼も拾ってくれたお寺の仏師さんも左手がなくて、へえ、でその仏師さんはかつて修羅になってしまったんです。へえ、炎鎖の炎にも飲まれて修羅になって暴れちゃったところを左手を切り落として助けてもらった、正気に戻してもらったっていう。遠鎖とか修羅とかいうあのワードと不動明王って結びつきますかね。あ、まあまあまあ、うーん、でも本当はそういうのを断ち切る人なので、うん、あの、なんていうんですかね、あのそれそのものの象徴には多分ならないだろうと思うんですけど、そんな属性のドロドロに飲まれてるんじゃないよって言ってズバッと、あの、そうですね、切るっていう感じですか、不動明王の役割として。そうですね、あの本当はだから剣を持ってるじゃないですか、うん、でもこの手の形だとあの左手に持つしかないんですけど、ただ本当は右手に持つの で左手は確かにそうやって前に出してあの剣柵っていうロープを、ロープっていうか縄を持ってるんですね、うんうん、でそれで、まあ、あの仏教なんですか、その一般的にはそれはそのなんていうんですか、人を救うための縄、投げ縄だっていうんですけど、もともとはインドでシバ神とか神様が持ってる、はい、あの普通になんていうんですか、敵を捕らえるための縄なんでそれでこう敵を拘束して、はい、あの倒す、カウボーイ的な、そうです、そうです。で右手に剣を持っているのは当然あの普通は右利きだっていう考え方で、あのインドでは仏っていうのは右手に自分が得意とする武器を持つんです。だから剣とかも大体右手に持ってるんで、左手に剣を持つってことはあんまりないだろうと思うんですけどね。逆なんですね、うん、でこれ周りの柱に絵が描いてるじゃないですか、はい、でこれもあの曼荼羅を表してる仏とかなんですよ、こういう時って大体もうだいぶ全部もうボロボロになっちゃって仏部分がいない見えないんですけどね。あ、確かにシルエットがそうそうそう、うん、ガチリンの感じです。そうそうそう、でこれガチリンに仏を描くっていうのはだいたい金剛界の方なんです。うん、それはその月のイメージのところから仏が生まれるっていう考え方で成り立ってるところがあるんで、はい、だからその全部さっきの曼荼羅もそうですけど、やっぱり円の中に仏を描いてるんです、うんうん、で大蔵界の方は円の中には描いてないので、あ、それで、そういう違いなんですね。で逆にその全部レンゲに座ってる、はい、で真ん中もレンゲが大きいレンゲがあって、はい、そこから仏大日如来とか仏が生まれてるじゃないですか、はいはいはい、どっちかっていうとそういう世界観の方なんですね。そうなんだ、レンゲが全てのこうあのなんていうんですかね、源になるっていう。でもこうやってその、まあ、不動明王を祀ったり、でも普通はここ大日如来なんですけどね、仏塔の場合、うーん、如来があるべきところに如来を置かないっていうパターン続きますね。そうですね、うん、でもまあやっぱりね、こう力強い仏で人気のあるあの種類ではあるので、う
まあ、起きたくなっちゃったのかなと、うんうん、いうことは分からなくはないという感じです。やっぱこのお寺見た感じ結構攻撃的というかな、まあ、でもやっぱそうなんでしょうね。あの見るからにこう異形の聖樹観音にしてもそうですし、せっかくはねすぐ見れるんだよ。ああ蛇ですよ、すごいでかい、でかいですね。今これタイミング上でも殺せるんですけど、へえ、これボスとかじゃないんですか、これボスに、一応まあイベントボスみたいな感じですね。あここで殺害すればイベントが進むって生きてるんですね、これ。せっかくなんで殺害現場を見ていきましょうか。ああ戦ってみましょうか。そんなに早く倒せんの、うわすごい、ひどいことしてるよ、ひどいですよね彼何もしてなかったのに寝てたのに寝てた。まあこれも心臓ですね。へ、土地神なんですね、主。あなるほど、ね、こういうのが一匹じゃないよ、何匹もいるんです。神殺しじゃない。そうですね、神殺しですね。あの蛇の感じ、確かにでも仁王の肩に巻きついてたのとよく似てますね、はい、多分そうなんでしょうね、あれはね、仁王のに取り入れられたって感じですかね、うん、象徴なんでしょうね。